はい、今日8チャンネルですね、京都曲がり、店こと明かり商店からお送りしようというふうに思っています。特に深い理由はないんですけども、ちょっと8チャンネル8大阪で撮れなかったのでっていうところの断事情があったりとかしています。まあ、こんな感じの結構下町感ね、あぶれるところになっていて、まあ、この辺りにフリーペーパーたくさんあっています。今日は一人ということなので、8紙紹介しようというふうに思っています。学生団体のフリーペーパーを多めに行こうというか、全部学生団体のフリーペーパーを紹介しようというふうに思っています。一冊目はですね、上がる瞬間をあなたにっていうもこさんを紹介しようというふうに思っています。前半基本的にあの京都の学生たちが作っているフリーペーパーも多いんですけど、まあ、これはまさに京都のフリーペーパーの中では、まあ、京都同志社、京三大、京都女子、哲学もありますね。まあ、大阪の方もいますが、いわゆるこう学生たちが中心になっていて、割と長く続いているフリーペーパーとしてもこさんは有名ではないかなというふうに思っています。今回47号目ということで、行ってきますっていうね、表紙も女の子が、あの多分下宿というかマンションが出てくるのかなと思うんですけど、まあ、そのところで、もうコロナが解放されて、まあ、いろんなところで左京区を自転車で巡るとかっていう形でやっていくんですけど、まあ、ちょっと前はねコロナの中ではなんか結構やっぱり出れないっていう特集があったと思うんですけど、なんか非常に開放感があふれている鴨川の光景とかね、このすぐ近くですけどもやってるのでいいなと思ったりとかしています。あとまあ、ね、乗馬体験、まあ、学生のうちに聞く楽しみたいなと思います。まあ、もこさんは本当に、長く続けられているので、皆さんぜひ聞いてほしいかなと思っています。こっちの明かり書店にもあります。で、2冊目はですね、これも結構長いと思います。ファスナーさんを紹介しようと思っています。カルチャー・フォー・チューデンツ・イン・京都って書いてますね。京都の学生の文化っていうことで直訳していいんでしょうか。まあ、これはね、まさに、次の今日、明日って書いてあるんですけど、京都色がかなり強いと思うんですが、まあ、京都の紹介ですね、各スポットという形で、まあ、今回も小説自体でみたいな形で、モナミオムライスの話を書いていたりとか、あとまあそうですね、まあ、お酒デビューなどね、各地あるんでしょうか。京都といえば夜は短しっていう森美さんの本がありますが、割とそういう雰囲気になったりとか、もうこれも非常に京都の、まあ、いわゆるこう学生たちが何を持っているか、学生団体の、ね、紹介もありますけど、非常に充実な内容になっているんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ手に入れてほしいかなと思います。ね、写真集みたいなものがあるような形になります。2冊目がファーストさんです。で、3冊目はですね、まあ、これも長いです。シェイクアップさんを紹介しようと思っています。関西アートプロデュースグループシンス2009年から今2023年ですから、14年間もう大学に続いてるんですけど、まあ、今までさっきの2冊に比べるとやっぱ芸大生っぽく強いのがありまして、芸術家のね、芸大生たちが何を持ってるかっていう、今回ルーツをたどるっていう特集になってますけど、まあ、そんなことが、いろいろと卒業生であったり在校生であったりとか、結構コアに書かれています。あとギャラリーね、カフェ巡りとかされたりとか、あとアイリス流星群っていうね、今あのアイドルって本当にもういろんな意味で推しの子が今流行ってますけど、激戦区ではないかなと思うんですけど、いろいろと芸大生もアイドルグループがあったりするので、まあ、そういった形と、今回コラボして、服を作ったりみたいな話のエピソードも書かれていて、まあ、今風だなというふうに思ったりとかしています。で、4紙目、今ずっと京都で来てるんですけど、4紙目はですね、京大吉田寮通信という吉田寮に住まれている寮生の書かれている本、フリーペーパーを紹介しようと思っています。今ご存知の方多いと思うんですけど、吉田寮というのはまさに京都大カルチャー、京都のサブカルチャーと言ってもいいのかな、結構歴史があるんですけど、まあ、そこが今大学側と、ね、裁判を起こしていて、残るのか残らないのか、吉田寮なくなっちゃうんじゃないかなってことが今実際あるんですけど、まあ、それ吉田寮の方が、自ら寮生が書いてるっていうフリーペーパー、作ってるフリーペーパーになります。で、本当に、ね、吉田寮もなんか外からするといつまでも京都にありそうな感じがするんですよ、やっぱり外から見ると。ただやっぱりこの裁判まで起きてるってことは本当にこう大きな影響があって、もしかしたら吉田寮は本当になくなってしまうんじゃないかっていう、ね、あの感じもありますので、興味のある方は、裁判の、参加されたりとか、あと寄付も募っていて、本当もうここの吉田寮は自分たちで修理もしているような感じになってますので、ぜひ関心を持ってほしいかなというふうに思っています。という今日は前半で吉田寮通信と、シェイクアートさんで、バースナー、それとモコさんっていうね、やっぱりあの京都は学生が多い、大学が多い街なので、京都の大学生だけでも今こんだけ出てたかなと思います。後半は、引き続きというところで京都以外の大学生のフリーペーパーを今日は僕が一人で紹介していこうというふうに思います。一紙目はですね、色っていう、まあ、いきなりこう東北大学、
しかも、方たちが作っている、福島の原発がね、近くにある双葉町っていう町をテーマにしたフリーペーパーを紹介しようと思っています。非常にしっかりした作りで、今回で2号って形になるんですけども、まあ、このフリーペーパーの特徴は本当にこう、いい意味でグローバルなところですね。先ほど紹介した学生のフリーペーパーとか、まあ、学生だけじゃないんですけど、フリーペーパーってやっぱり日本語で書かれてるものが多いんですけど、この色はやっぱり特徴の一つは、運営メンバーに、外国の方、インドの方ですかね、この留学生の方で、トリストさんって方がいてるっていうのもある強いと思うんですけど、あとは、寄稿者でバルジェシャさん、スワティカ・バルジェシャさん、インド系の方ですかねっていうのがおられるっていうのがあって、実はかなり贅沢なんですね。バリンガルに全ての記事に英語のやつをつけているんですね。で、これってやっぱりまあ、僕らなんとなくね、インバウンドとか京都は特にたくさんの人が来るんですけど、英語表記のフリーペーパーってやっぱ真ん中がないっていうところもありますので、なんかちょっとヒントになるのかなと思ったりもしますし、そういったフリーペーパーをこう、近所じゃなくてグローバルに、海外に向けて発信していくっていう意味でも、この、内容の充実ってすごいんじゃないかなと思います。まあ、こういうフリーペーパーがこれから増えていくんじゃないかなと、まあ、英語表記以外にもいろんな言葉ありますけどっていうのは思ったりして、もう色、もしくはその福島原発に最も近くていろんな意味で、イメージがね、伝わってこない、もしくは間違ったイメージを使っているかもしれない、福島県双葉ちゃんのことを知るフリーペーパーとしても、これは貴重だと思いますので、ぜひ皆さん手に取ってください。で、次はですね、よいしょ、色の次ですね、奈良県ですね、はい、これはぐっと近くにいました。奈良県の奈良女の方たちが作っている、奈良女性が作るフリーペーパーと書いてあるね、琴ノ葉さんを紹介しようというふうに思っています。19行です。これは大阪本店にもスタッフの方が来てくれたんですけど、まあ、奈良駅ですかね、主に周辺のお店とかをこの女子大生だからの目線で紹介していて、まあ、大学の中の充実度であったりとか、もしくはお店の近く、その奈良の駅周の美味しそうなお店とかやってるんですけど、ここいいですよね。なんかやっぱり女子大生ならではというか、まあ、女子ならではの柔らかい目線みたいなの伝わってくるし、まあ、この、なんでしょう、お手紙を出すような封筒をイメージしてるような感じになってるんですけど、こういうのもハガキですね。ハガキをイメージするようになってるんですけど、こういうのもあって、まあ、子供さんもなかなか、いいんではないかなと思います。本当になんか、いろいろと関西のフリーペーパー作ってる人多いので、だから刺激し合ってくれたら嬉しいかなと思います。で、今度は名古屋に飛びます。名古屋、ね、奈良から名古屋。じゃあ、素敵をあなたに、素敵をあなたに、素敵なあなたにってキャッチフレーズついている、フリーペーパー、イキさんを紹介しようと思います。まあ、イキといえばね、空気衝動のイキのなんちゃらって本があって、僕結構好きで、ジャパニーズラップの始まりとかね、余計な雑談しますけども、まあ、これは名古屋の女子、大学生たちが何を思ってるかってことを特集になっていて、まあ、イキはいつもなんかね、なんでしょうね。僕はそんなに名古屋、そんなって完全に名古屋に対してそんなに詳しい人ではないんですけど、粋な人っていうところのテーマで紹介してたりとか、粋っていうものの感じをこう非常にこう勢いのままにね、やってる感じがあって、僕は結構好きなフリーペーパーで、うちでも配らせてもらってるんですけど、そうですね。なんか、うん、今回そうなんです。この方だと、これからのフリーペーパーの話をしようっていうところで、うちでも取り扱えてはいないのですが、明大美男美女日記、コンパスライフ、ポッピーさん、ボトルレグさん、モコさん、モコさんさっき紹介しましたねっていうところの対談もあるので、まあ、フリーペーパーでぶっちゃけこれからどうなっていくのっていうことに興味ある方も、この方なんか結構必見かなと思います。あと、コインドライガイドのフリーペーパーの方、もしこれ届いていたら、うち送ってくださいね。大阪、京都、兵庫、必ずね、設置されますんでっていうことをちょっとアピールしておきます。さん頑張ってください。で、最後です。最後は、旅以上さんを紹介しようというふうに思います。まあ、これは関東圏ではの、まあ、いわゆる女性たちが、女の子一人旅準備ガイドブックって言って、フリーペーパー好きの中では割とこれも評価が高くて、まあ、女の子の一人旅っていうところでどういった情報が必要かなっていうアプリであったりとか、まあ、海外、国内というので、まあ、コロナもね、落ち着いたので、ようやくちょっと、旅行というものの追い風が吹いてきてるっていう復活のムードがありますけども、まあ、今回非常に充実した内容で、女の子一人旅にとって必要な情報であったりとか、あと、まあ、そうですね。今回国内が多いのかな、出発前のお悩み解決、パッキングのすすめ、持ち物リストっていうね、なんかありそうでないような情報が結構あるような気がしますので、ぜひ取ってくださいっていうのと、これ実は最新号にあって1個前なんですけど、この号ですよ。この号ね。この号には実は、タッチがバーンと、ね、旅じゃないじゃんとか言われるかもしれませんけど、これスタッフの方は実は新幹線で、特急、弾丸ですか、夜来て夜帰ったみたいな、
1日取材受けたっていうのが、まあ、僕なんですが、フリーペーパーの前ようこそって言って、実はハッチのお店特集もしてくれているので、お得な号かなと思ったりとかしています。まあ、そんな感じで後半はですね、京都以外に、学生のフリーペーパーとして、タビージョさんを紹介して、あと、まあ、フリーペーパーイキさんを紹介して、で、奈良女さんのことの葉を紹介して、で、最後に色っていう福島の、東北のね、短大学生の方を作ってるフリーペーパーを紹介しました。やっぱり学生団体のフリーペーパーっていう、こう、フィルタリングというか、共通点があると、共通点があっても、まあ、いろいろとこう、なんでしょうね、学生ならではっていうものを共通してるかもしれませんけど、いろんな視点の違いがあるっていうクライバルがありますので、今紹介しているフリーペーパーは全部、京都の、ね、サウナの海をすぐ、1分2分で来れるところ、明かり商店の中に全部ありますので、皆さんぜひ来てくれたら嬉しいかなと思っています。まあそんな感じで今日はスペシャル出張版として、京都からお送りしました。今度ね、兵庫の方にやりたいですね。結構大阪以外でやるのもいいのかなと今日思った次第だったりとかしています。まあそんな感じで皆様、ハッチ、ね、大阪はもちろんですが、京都の方もよろしくお願いします。お疲れ様です。